サッカーインド代表は全インドサッカー連盟によって編成されるサッカーのナショナルチームである。インドはかつてはアジアの競合国の一つに数えられていた。1950FIFA ワールドカップ予選にアジアから出場した3カ国のうちビルマとフィリピンが予選を棄権したため 1950FIFA ワールドカップ本大会出場権を得た。ところが大会直前になって 参加を辞退した。辞退の理由は、裸足での参加を国際サッカー連盟に拒否されたためと、言われ、1952年のヘルシンキ五輪の後、サッカー競技規則第四条競技者の用具の項で、シューズ着用義務が明確に規定されるようになった。常実のように、長年にわたり1950年 W 杯の、 出場自体の理由が裸足でのプレーを拒まれたためと考えられてきたが2011年にロサンゼルスタイムズ氏が調査した結果一番の大きな理由は当時のインドにとってはオリンピックの方が重要で FIFA フフワールドカップの重要性は認識されておらず財政難のアイフがオリンピックに集中したかったためと判明した1956年メルボルンオリンピックで4位入賞を はたし、ネビル・ドゥスーザが開催国のオーストラリア代表戦でハットトリックを達成した。この大会以外にも1948年、1952年、1960年にも出場しているので、オリンピックには4大会連続で出場している。アジア競技大会においては1951年、1962年に優勝。 1970年に3位になったことがある。南アジアサッカー連盟に所属。南アジアサッカー選手権は優勝6回、準優勝2回を数え、AFC チャレンジカップでも優勝を1回、経験している。ありがとうございます。